こんにちは、よろじいです。ですね、なんとかですね、何日もかかってですね、やっと外側のですね、配管が終わりました。今日はですね、その配管にですね、水がどういうふうに流れて、小屋の中まで、水が入るのかっていうのを、説明したいと思います。ですね、まずですね、雨が、降るっていうことを仮定しまして、初期雨水っていうのがあるんですね。で、初期雨水っていうのは雨が降り始めの時にですね、空気中の塵ですとか、と屋根のですね、汚れですとか、そういうふうなものが混じった比較的汚れた水がですね、まあ初期雨水っていうんですけど、それをまずは最初の段階で、除去しなければならないんですね。その初期雨水をですね、排除した水が小屋の中に流れていくっていうようなことになります。それでまずですね、ここに屋根からの雨どいがありますけど、そこから水が流れてきます。でまず最初にこの縦どいの方に流れてきます。でこちら側がですね、初期雨水を除去するそのパイプになります。でどういうふうになるかと言いますと、まず流れてきた水がですね、ずっとですね、このパイプを通してこう入ってきます。で一番下にですね、ここにポリセンコックがありますけども、こちら側から水ずっとこう水が流れてきまして、でだんだん溜まってきますよね。で溜まってきたらですね、これ50の塩ビパイプなんですけど、この中に、ピンポン玉が、入ってまして、で水がずっと入ってきて、順々にその水位が上がってきますと、ピンポン玉がこの中ずっと上がってきます。そしたらですね、この時点ここまで来たらですね、ピンポン玉がここで止まります。でピンポン玉が、栓の役目を果たしてですね、ここで一応ここで止まりますと、これ以上水は下に流れなくなります。ここでストップします。そうすると上から流れてきた水がここでストップして、ずっと溜まってきてですね、で、こちら側のパイプですね、これに、水の流れが移っていきます。そうしましたらですね、ここに分水器がありますけれども、ここに水が一旦流れ込んで、で分水器によってこちらのパイプからですね、水が小屋の中に流れるような形になります。で、小屋の中に流れていった水がですね、その分水器のそのレベルのところまで達しますと、今度はこの分水器の中のオーバーフローが働いて、それ以上その小屋の中に流れなくなった水が、溢れた水がこの分水器を通ってこちらのですね、縦どいに流れて、余分な水が縦どいを通して、排出されるっていう形になります。一応説明だけではちょっと、自分としてもまだどうなるのか分かんないんで、まあ水を実際にですね流して、で果たしてですね、これが私が考えた思惑通りに水がちゃんと流れてくれるかどうかっていうのをですね、これからちょっと実証しようかなと思います。それではですね、水をタンクからですね、水を流してみます。ですね、今ですね、この部分ですね、このオーバーフローのところで水が止まってますけども、で余分なものがずっとその下を流れていってます。これをですね、これを中に、入れるような状態っていうのはこういう状態ですね。そうすると下からは流れなくなる。今ここがですね、オーバーフローの、位置ですね。でここまで来ましたら樽の中は満タンになったって感じです。でそれで、それ以上流れなくなって、下から今オーバーフローのですね、水が下に流れています。
ですね、一応、この時点で配管したですね、ものが、意図通りにとりあえずはその水が流れてくれたんでちょっとほっとしました。まあ問題はですね、実際に雨が降った時にどうなってくれるかっていうのがちょっと心配ではありますけど、まあ今のところこうシミュレーションというかしてですね、まあ若干この辺から水漏れてますけど、これでなんとかですね、なってますんで、いいんじゃないかなと思います。それで最後にですね、ここに溜まった初級水ですね、これを排泄してみます。この時点でピンポン玉は、ここに落ちていることになります、ね、とこれで、給水のですね、配管の、のシステムのですね、説明を終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。